毎年明治神宮外苑のイチョウが黄金色に染まる頃に神宮外苑イチョウ祭りが開催されます。最盛期には歩道さえも落ち葉による黄色い絨毯で覆われる神宮外苑のイチョウ並木、黄金色のトンネルを歩けばまるでドラマの主人公になった気分にさせてくれます。東京のね、新宿区真ん中にあるこの神宮球場ですけども、その周りは緑にも囲まれていまして、四季を感じることができます。晴れ渡りました今日の神宮球場、高校の部決勝に出場します沖縄尚学、日本文理の試合前練習が行われています。ここからはスポーツライターの小関淳二さんとともに高校の部決勝戦の見どころ、そして直前情報をお届けいたします。それぞれの地区の優勝校がこの神宮球場に集まって日本一を決めるという大会なんですけども、はい、出場校をご覧のようになりました。まあ、ご覧の各地区のチャンピオンが集結しましたが、沖縄尚学と日本文理が決勝まで進みました。打力に非常に特徴のあるという両チームという、ね、お話を伺いましたけども、ただ投手陣も、ね、両チーム力ありますよね。そうですね、特に沖縄は3枚揃いまして、防御率もここまで1点台で来てますので、はい、非常にこの点では沖縄の方が有利でしょうね。なるほどね、はい、日本文理は、ね、飯塚という、ね、去年の夏、ね、甲子園も経験したピッチャーがいまして、昨日は、ね、それを温存することができましたからね。これが大きいんですよね、力のあるピッチャーですからね。そうですよね、大型のエース、この飯塚のピッチング、これも一つ鍵になってくることでしょう。高校の部の決勝戦です。それでは高校の部、これまでの戦いの模様をご覧いただきましょう。1回戦三重対龍谷大平安、3回の裏龍谷大平安、ワンアウト満塁で4番の河合、先制タイムリー、さらにこの後犠牲フライでもう1点追加して2対0とします。5対1で迎えた8回の表、三重チャンスを作ると4番瀬古、センターにタイムリーヒット、さらに得点圏にランナーを置き5番西岡、左中間を破る2点タイムリー、1点差に詰め寄ります。これで5対4。さらに三重チャンスでしたが、龍谷大平安の3番手犬塚が後続を断ち得点を許さず、1点差のまま龍谷大平安が逃げ切りました。沖縄尚学対関東一、1回の裏、夏の甲子園にも登板した沖縄尚学、山城大地が不調、関東一高に得点を許します。しかし沖縄尚学は2番手で4回から登板した久保が好投、9回の表沖縄尚学3対3の同点に追いついた後、8番の与那覇が逆転のタイムリーヒット、この回一挙5得点と爆発、関東一高を一気に突き放します。沖縄尚学はリリーバー久保が三塁を踏ませないピッチング、見事に初戦を突破しました。2回戦今治西対八戸学院光星、3回の表今治西、ワンアウト一塁三塁で先制タイムリーの3番落ち、右中間を破るタイムリースリーベースで2点を追加。3回の裏光星、ツーアウト三塁のチャンスで2番の中村、セカンドへ内野安打、1点を返して3対1とします。9回の裏のシーン、今治西エース陣の6安打の完投、初戦突破しました今治西、5対1で八戸学院光星を下しています。2回戦白鴎大学足利対岩国、2対1で足利が1点リードの5回、1点を追加しさらに3塁1塁から3番大下のタイムリーで4対1とします。8回の裏追いかける岩国、ワンアウト2塁1塁から4番の土屋、快音響いてセンターへのタイムリーヒットで4対2と詰め寄ります。
なおも満塁とし、6番亀谷、このショートゴロを下門が悪送球、2者が生還で同点となります。4対4。さらにキャッチャーの牽制悪送球が重なります。5対4と岩国が勝ち越します。さらに8番木原にもタイムリーが出て、この回5得点で6対4、岩国が逆転勝ちを収めています。日本文理対龍谷大平安の2回戦、同点で迎えた7回表、日本文理ワンアウト二塁から3番小立、レフトへタイムリーツーベース、大きな勝ち越し点を挙げます。6対5。8回の裏、龍谷大平安ツーアウト満塁というチャンスを迎えます。代打岩下を送りますが、ここは日本文理エース飯塚三振を奪い得点を与えません。エース飯塚はランナーを出すもなんとか粘り、日本文理高校が新潟勢初勝利です。続いて沖縄尚学対駒大苫小牧、1回の表沖縄尚学1番赤嶺、先頭バッターでスリーベースを放つチャンスを作ります。相手のエラーで1点を先制した後、ツーアウト1塁2塁から6番の伊良部、タイムリーヒットなどで3点を挙げます。8回の表駒大苫小牧、ツーアウト3塁1塁から代打山谷、記録はエラー、2点を返し追い上げます。これで5対3。最終回は沖縄尚学の久保が初戦に続き登板、3人でピシャリと抑え沖縄尚学がベスト4入りを決めています。準決勝今治にしたい日本文理、4回の裏日本文理3対2と1点リードの日本文理、1点を追加してさらに5番小林のタイムリーツーベースで6対2。続く6番鎌倉ツーベースで続き7対2とリードを広げます。その後も点を取り合い9対3となり7回、今治西代打門田の当たりは右中間を破るヒット。ここで日本文理が見事な中継プレーを見せます。三塁タッチアウト、ピンチの芽を摘み取ります。7回の裏ツーアウト二塁で日本文理4番池田、タイムリーヒットが出て10対3、7点差となってコールド勝ち、日本文理が決勝進出です。準決勝第2試合は岩国対沖縄尚学、3対1で迎えた3回の表、この回からエースの山城がマウンドに上がります。エースらしい貫禄のピッチングを見せます。4対1で迎えた4回の裏、沖縄尚学ノーアウト1塁で1番赤嶺センターオーバー、追加点を挙げます。さらに3番西平もタイムリーツーベースで6対1。まだまだ続きます。5番上原、この回3本目のツーベースヒット、そして9番砂川のタイムリーで11点目、11対1とし沖縄尚学コールドで決勝進出を決めました。
という第44回明治神宮野球大会高校の部の準決勝までをハイライトでご覧いただきました。スポーツライターの小関淳二さんとともにお送りしていますが、やっぱりよく打ちますね両チーム。打ちますね特に沖縄尚学はですね、大体沖縄のチームが強い時ってのは興南の時でも、東山の沖縄尚学でも八重山の王林でも、大体こういう走りまくる、はい、バッターランナーがもう外野の間を抜いてぐん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 走っていくという野球ですね。そうですね、はい、長年ねこう高校野球もご覧になっていると思うんですけども、はい、秋の段階での打力っていうのは上がってるんじゃないですか。そうですね、とてもピッチャーは大変ですよねこの大会は。そうですね、はい、大会期間中もね、もう初日から小関さんは高校、大学ともにご覧になってるんですけども、まあはい、大学の部っていうのは注目のピッチャーとか分かりやすさもあると思うんですけども、はい、まだこう16歳とか17歳の選手をご覧になるときっていうのは、はい、まあ、将来性も考えてどんなところに注目してご覧になってるんですか。僕が一番見てるのはもうフォームですね、形の良さ、打つバッターもピッチャーも形ですね。これがいいピッチャーではスピードがそんななくても今はなくても数年後には伸びてくると思ってるんで、今年はですね沖縄尚学で2番手にリリーフで出た久保修斗というピッチャーがいるんですよ、これが背番号を4で、スタメンでは2番ライト守ってるんですよね、はい、これが2番手でリリーフに出てきて、はい、ピタリと抑えて、はい、負けゲームの展開だったのを無理やりその自分の沖縄尚学の方に流れを取り戻したっていう、からもう最高の起用でしたね、はい、まさに、ね、流れを変えたというピッチングを見せました。この大会まではあまりピッチング練習もしてなかったそうなんですが。そうですね、初登板だという公式戦って聞いたんですけども、そうは見えないですよね、はい、とにかくホームがいいっていうのはまあ開かないっていうのがあるんですけども、ピッチングに躍動感があるというのはないですよね。まあ、まだまだねこう身長体重ともにね、はい、数字が増える可能性十分ですし、そういった意味でもいい投げ方もしてるわけです。そうですね、スピードも143出てますからね、はいはい、背番号4でライトとピッチャーをするというねこの久保なんですけども、ライトからの返球もものすごいものもありましたしね。そうですね、もう本当驚きですこの選手には。はい、その他こう小関さんが注目する選手っていうのはいましたか。はい、右バッターの1番バッターで赤嶺健という選手がいるんですけども、はい、この選手も要するにさっき言った走りまくる野球ですね、これの本当に先兵になってますね、はい、要するにもううまく打つっていうんじゃなくて、もう高級質でもう力強く打って、もう力強いランニングをするというその沖縄野球の申し子のような選手ですね、はい、トップバッターでキャプテンも務めています赤嶺健。これが 1,2 番ですもんね、赤嶺久保っていうさっき話した、はい、この2人がとてもよく機能して 1,2 番っていうのはもう本当に沖縄尚学の生命線になってますよね。バッティングに関してもそのフォームっていうのを大事にご覧になるんですか。もちろんします。一番やっぱりゆったりしたタイミングでこのボールを待つっていうんでしょうかね、はい、自分の間合いで打つっていうことができる選手っていうのは高く評価しますね。いや左に右に打ち分けることもできると、はい、久保ってバッティングもいいんですよね、はい、足も速いですし、はい、本当に大会前は全くその下馬評に上らなかった選手なんですけども、はい、これほど走攻守すべてピッチャーも含めていいとは思わなかったですね。そうですね、はい、この沖縄尚学に対するのが日本文理、やっぱりこういう身体能力の高い 1,2 番を、ね、出したくないという部分はあるでしょうからね。もうエースの飯塚と4番の池田でどうやってこうゲームを引っ張っていくかということでしょうね。そうですね、はい、沖縄尚学と日本文理が決勝まで残りましたけども、はい、準決勝までに敗れてしまったチームでこの冬を越えて春夏楽しみなチームっていうのはありましたか。はい、そうですね、大学生は今年でこの4年生はもうこの大会が最後になるんですけども、はい、僕は福岡大学のやっぱり梅野という選手が非常に印象に残りましたね。あ、そうですか、はいはい、阪神タイガースドラフト4位での指名なんですが、4位っていう結果をびっくりされたのが小関淳二さんです。そうです、もうこのドラフト会議の中継もさせてもらったんですけども、はい、4位かって思いましたね。僕はもう1位2位で消えると思ってましたんで、やっぱり肘の良さが悪さがちょっと響いたのかなという後の話なんですけどね、もう完全にそれは戻ってますんで、はい、阪神の戦力になるんじゃないでしょうかね。そうですね、日本代表でも中軸を務めたと。あ、これですね、盗塁させたシーン、これがね、まあ、見事なコントロールですね、はい、ちょっとこうベースより右寄りに行くっていうのが一番いいんですけども、はい、
梅野のね、これから縦縞のユニフォームを着てね、はい、甲子園で躍動する姿も非常に楽しみです。はい、今神宮球場では沖縄尚学のシートノックが行われているところですけども、まあ打撃がね非常にいいチームでありながら、はい、ピッチャーも非常にいい、はい、本当に総合力の高いチーム同士の対戦となりました。どんな戦いを期待しますか？そうですね、やっぱりその緊張感のある戦いをしてもらいたいですね。日本一をね決める戦いですからね。そうですね、割と沖縄尚学ってずっと相手のミスとかエラーとかにつけ込んで得点してるんですよ。はい、日本文理はもうそのビッグイニングを1回で作るという、もうとてもその持ち味がはっきりしているチームなんで、はい、気を緩めるととにかくそこにつけ込まれるんで、はい、もうそれは絶対気の緩みだけはしないようにしてもらいたいですね。はい、日本文理のエース飯塚もどんなピッチングを見せてくれるのか注目です。さて高校の部決勝の中継を担当します ABC の平岩康介アナウンサーとつながったようです。放送席の平岩アナウンサー、おはようございます。はい、おはようございます。両チームの試合前の取材も終わったんですか？はい、両監督に話を聞いてきましたが、まず日本文理の大井監督、はい、まあ、ここまではなんといっても選手の頑張りで来れたんだと嬉しそうに話していました。はい、まあ、日本文理なんですが、新潟県はこの地区大会終わってからがもうずっと雨が続いたそうで、まあ、ここに来るまで20日間あったんですが、グラウンドで練習ができたのは3日か4日ぐらいだったということなんですね。まあ、そんな中でこの天気のいい中で選手たちが非常に楽しそうに野球をしていると。でこれ見てて選手たちやっぱり野球が好きなんだなと監督嬉しそうに話していました。はい、で一方の沖縄尚学比嘉監督なんですが、もう何を聞いてもとにかくいつも通りですという話をしていまして、キャプテンの赤嶺健選手にも話を聞いたら、もう本当に緊張してないですよと、はい、決勝戦ですねという言葉が出た話を聞くと、決勝戦というワードを聞いた瞬間にもうニコッと笑いまして、やっぱもう本当に嬉しい、まあ、緊張してるそんなよりもとにかく楽しんだというような話をしてくれました。はい、でも両監督に今日の勝負の分けるポイントをちょっと試合前なんですが聞いてみたんですが、はい、まあ、まず比嘉監督は、まあ、相手は打つのでもう打たれての失点はしょうがないと、はい、まあ、ただここまでエラーなんかもあるので、とにかく守備の乱れ、もったいないような失点は防いでいきたいなと、そこが今日の勝負のポイントかなと話していました。はい、で一方の大井監督なんですが、日本文理は昨日エースの飯塚ではなくて藤田という投手が投げまして、そうなんですよね、はい、頑張りました。はい、7回完投しまして、まあ、飯塚投手休めましたよねと聞いたんですが、やっぱりおととい156球投げているので、まあ、この飯塚が今日どこまで守りきってくれるかな、投げきってくれるかなと、ここがポイントになるという話でした。はい、この後ね、帝京高校の前田光雄監督とともに平岩アナも中継するわけですけども、楽しみですね平岩さん。いや楽しみですね、まあ、これからまたこの冬を越えて強くなるチームですので、この神宮大会全国の舞台でどれだけ躍動してくれるかなと楽しみにしています。はい、平岩アナウンサーも放送席で躍動してください。はい、頑張ります。この後よろしくお願いいたします。お願いします。やっぱりね、両監督のコメント聞いても、小関淳司さんが話したようなね、こうミス、はい、このあたりが大きなポイントになってくると、ね、そうですね、リンクしてましたね。やっぱり新チームになって間がないんで、はい、どうしてもその守備、この呼吸が合うとか、その、まあ、ゴールを取るとか難しいんですよね。そうですね、その辺は本当に気を緩めないでっていうことですね。はい、選手としても監督としても全国優勝の経験がある沖縄尚学の比嘉監督、そして日本文理はなんといっても2009年夏のね甲子園の準優勝、最終回の追撃はびっくりしましたね。そうですね、中京大中京を追い詰めたあの準優勝がありました。非常に楽しみな一戦です。さてこの明治神宮野球大会のスカイエーの中継にはなくてはならない存在がいるんです。このスカイエーのスコアラーを務めてくれている松倉優太さん、スコアラーとして試合中の記録そして情報をアナウンサーに提供してもらう役目なんですが、その松倉優太さんが放送席にスタンバイしてくれているようです。松倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この大会ではスコアラーですけどもね、もういろんなアマチュアの大会に足を運んでスポーツライターとしても活躍されているんですが、はい、今大会の印象はいかがですか？そうですね、まあ、高校生で言いますと今日登場する、日本文理昨日投げた藤田君であったりとか、はい、沖縄尚学の上里君であったりとか、やはり各チーム、2人目3人目のピッチャーをやっぱり作りたいっていう思いをこの大会についても感じられますね。なるほどね、はい、はい、それがね本当にこう成長しているからこそこの決勝まで進んだというところですね。やはりここで経験してこう冬頑張って来年春夏というふうにこう成長していって、まあ、エースを脅かす存在になってくれればいいんだろうなっていうふうに監督さんも思っていると思います。はい、この日本文理それから沖縄尚学以外で
ね、注目するチームなんかはありましたか。そうですね、まあ今大会一勝しました龍谷大平安近畿の優勝校なんですけれども、はい、まあ、ピッチャーが、今大会不安だった近畿大会まで不安だったんですけど、エースの高橋奎二君というのが成長しまして、はい、一つ柱ができたと、まあ、ただやはりちょっとこう連戦が続いているので疲れが、出てきていたというのがこの神宮大会だったようなんですけれども、はい、まあ、打線も確保している中でもやっぱり、しっかり捉えてくるというか、ちょっと来年春楽しみだなというふうに思っております。そうですね、この他には龍谷大平安が、そうですね、松倉優太さんの注目ですかね、はい。ただ他のね、この地区それぞれ見ていてもね、北信越対こう九州で決勝が行われるっていうのは、全国的に見てもね、やっぱり差がなくなってきたなって改めて感じますよね。そうですね、もう今はどこも、まあ、夏の大会も北海道優勝しましたし、はい、沖縄もやはり沖縄尚学、興南というふうに優勝しておりますし、全国的にはもう力の差はほとんどないですから、はい、まあ、いかにこう冬を過ごすかというのが一番大事になるかなというふうに思います。そうですね、これから高校の部大学の部決勝行われますけども、これから2試合また取材、そしてスコアラ、はい、たっぷりよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではスカイ A のファインプレー選考委員として松倉さんが厳選した好プレーの映像をご覧いただきながら直前情報はお別れです。この後行われる、ね、決勝両試合でもたくさんのファインプレーが見られることと思います。高校の部の決勝、日本文理と沖縄尚学は解説前田光雄さんでお送りいたします。まもなくプレーボールです。